何かゴミであってもそれを資源化した時に、うん、その資源としての,その、まあ、お金に代わるっていうかというものがあれば、うん、みんな動くようになるんですね。うん、で志だけで地球環境良くしようと思ったとしてもなかなかそういう人だから,ですからプロフィットかベネフィットかその人が得するなっていうことでもって。うん 地球を動かしていくと、うん、一番早く進むんじゃないかなっていうことを考えてて私が「儲けるから儲かる絵って本を作った、うん、だから相手を儲けけ出すって難しいじゃないですか、うんうん、だけどそういうことをやらない限りこれからの地球環境って良くなっていかないんじゃないかなと思って、うん、でそのそういう人たちだからあのそのケニアの人たちも、えー、23日前に来てたんですけど誰らもゴミ問題で困ってるんですよ。うん だけどどうゴミをその宝に変えるかってことは分かってないんで <laughs> そのことを海洋産業が実践してあげればきっとあなるほどこういうことができるんだっていうことでお金になるんだってことが分かれば人は動き出すんじゃないかなと、うん、日本がその経験を生かしてやってあげなきゃいけないだからその手島っていうところにもゴミをいっぱい捨てて金儲けしたんです、うん、ある人が。 ゴミを捨てることによって儲かるから手まって豊かな島って書くんですよ、うん、その豊かな島に豊かじゃないようなことゴミの島にしてしまったわけだからそれを私は研修に来る人たちにみんな連れて行って見,見て,てもらう見てもらう。でなぜかしと日本綺麗ですねっていう本当は綺麗じゃなかったよって昔々は綺麗だったんだけど高度成長期にみんな企業が儲かり出したら 儲けるために一生懸命になって自然みんな破壊していったでそのことを知ってねってでも日本はそれを復活させたよだから日本のようなやり方を一緒にやっていきませんかっていうことを自分は伝えたいんです成長っていうのは単にみんな伸びていくことばかりが成長じゃなくてねそういう意味だけの成長じゃないと思うんですよ 精神的にあるいは物質的じゃないもので成長していくものもあるそれも成長じゃないかと思うんですねということは完成形っていうと環境を良くすることによって成長していく経済ということは経済の在り方自身がやっぱり心豊かになっていく経済じゃなきゃいけない物質だけの経済は今までの経済であってさっき言った自分さえ良ければいい今さえ良ければお金さえあればいいじゃなくて要するに その自然があることがこの豊かさなんだよっていう時代を作り上げていくことを今石川県からやろうとしてるんじゃないかなって自分は思ってるんです。